投手。投手とは、野球やソフトボールにおいて打者にボールを投げる役割の選手である。英語から、ピッチャー、ピッチャーとも呼ぶ。野球における、守備番号は1、また、英略字は、P、ピッチャーから。クリケットの投手は、ボーラー、ボーラーと呼ぶ。投球の速度、球速を表示する単位として一般に、日本では、キロメートル毎時。 キロメートル毎時、アメリカ合衆国では、マイル毎時、mph が使われる。これは日本が国際単位系であるメートル法を採用しているのに、対し、アメリカでは、ヤードポンド法を導入しているため。投手の主な役割は、投球によって、失点を最小限に抑え、チームの勝利に貢献することであり、野球は、投手で7から8割が決まるとも言われている。 特に第1イニングから投げる先発投手の場合は、試合を作ると表現され、6イニング以上を3、失点以内に抑えることを、クオリティスタートと呼び抗先発投手の目安の一つとなっている。また、リリーフ投手は引き継いだ試合の状況を守り切ること、先発投手が作った、勝てる試合を逆転させないことが要求される。投手の役割は、単にボールを投げるだけではなく、 打者を出塁させないこと、走者を生還させないことであるとも言える。投手は、打者から三振を奪ったり、ゴローやフライを打たせるなどしてアウト取る。そのために保守とサインを通じて連携して、個々の打者が苦手とするコースや球種を投げるなどする。ドジャースの先方の著者アルキャンパニスは投球で最も、大事なのは請球だとしていい。類上に走者がいる場合は、 簡単に盗塁されないために状況に応じて、牽制球を投げる必要がある。投手は、投球を終えた時点で5人目の内野手として、守備をすることになる。守備の内大部分を占める投手は守備のキーポイントになる。投球時に守備に備えて、体のバランスを取っているか取れていないかで投手の守備の、うまさに差が出てくる。一般に、投手へのゴロやフライは処理しやすいため、 それほど高い守備力は求められない。また、バントによる小飛球を除けば、投手の守備範囲へのフライであっても、捕手や一塁手、三塁手が処理することが少なくない。これは、投手の疲労や怪我を回避する目的や、打球処理機会が多くなれていると思われる選手に、任せた方が確実だからである。この場合、投手は飛球が上がっている位置を指さし、野手に知らせる。しかし、 たまに、ピッチャー返しと呼ばれる強いライナーが飛んでくることがある。投球により、バランスが崩れた体に、高速の打球が飛んでくるため、うまく反応することは難しい。ピッチャー返しが体に直撃すると負傷につながりやすく、顔面に受けて、大怪我を負った例もある。マイクムッシーナ、石井和久など。打球処理以外で重要なプレーとしては、ベースカバーがある。一塁手がゴロを追って、 ベースを離れた場合には、投手は素早く一塁をカバーし、送球を受けて、打者走者をアウトにしなければならない。他にも、走者三塁の場面で、冒頭や保ツが出た場合は本塁へのベースカバー、三塁手が、バント処理などで開けているベースを走者が狙った際には三塁へのベースカバーを行う必要がある。また、ヒットなどで外野から本塁、三塁への送球が考えられるとき、 外野と本類、三類を結ぶ、戦場のファウルゾーンに入り、送球が逸れた場合に備えることも忘れてはいけない、バックアップ。さらに状況によっては、保守や外野からの送球をカットし、適切な類に送ることで、アウトにするプレイも求められる。類間に飛び出している走者を、強殺する、ランダウンプレイには、投手も参加しなければならない。 このように投手に求められる守備は細かいものが多いが、良い守備ができれば、結果として自分自身の投球を楽にするので、その役割は軽視できない。投手は守備の中心を担うため、打撃に関しては期待されないことが多い。リーグによっては打撃を務める指名打者という、打撃専門の選手を送るルールを採用することもあり、そのルールの下では、投手が打撃を行わない場合がほとんどである。 指名が射精がない場合も投手は、作戦上アンダーを打てないのを前提として、走者がいる時にはバントを試みることが多い。また、西や大差で、リード、凡退で、チャンスが潰れる場面で打席が回った際に、わざと本塁から最も離れて立って三振し、投球に負担をかけない、走者になると接触プレートでの怪我の火星がある、ランナーがいる場合にアミーに打っての併殺を防ぐ。 自軍の攻撃を上位打線から始めさせ、自打者以降に安打を期待という先を見越した作戦を取ることもよくある。ただしこれには、わざと三振するのは、スポーツマンシップ上問題とする意見もある。このように様々な理由で、特に、プロ野球の投手に打撃力は求められないが、打撃に優れる投手も存在する。メジャーリーグベースボールのナショナルリーグでは、 最も打撃に優れた投手にシルバースラッガー賞が与えられる。マイク・ハンプトンは2001年には7本塁打を放つなどし、同賞を投手として最多の5度受賞している。また川上健心は2009年代打として2試合に出場したり、中日時代は通算8本塁打を放っている。少年野球などでは運動能力に優れている選手が、投手と打者の両方の実力で、 他の選手を上回ることがある。高校野球でも、投手が上位打線に組み込まれていることが多い。いわゆる、エースで番。そのため、ベイブルース、川上哲次、大貞治を筆頭に投手として、プロ入りした後、打者に転向する選手は、比較的多い。対照的に、野手がプロ入り後に投手に転向した例は、野口正明、ティムウェイクフィールドなど、極少数である。 その理由は、投手の技術は、野手の技術と大きく異なり、習得に時間を要するからである。野手は、右頭左打の選手も多いが、大半の投手は、利き腕と同じ側の打席に入る。理由は、右頭左打、左投げ右打ちの場合、打席に立った時に、投球腕である右側、左側を、相手投手に向けることになってまい。 支球を受けるなどして負傷すると投球に支障を来すからである。ただし、打撃時に詰まった打球を打つと、押して側の方がより痺れ、投球に支障を来してしまう場合もあるのであえて、対側の打席に立つ投手も存在する上、幼少時より、右投げ左打、左投げ右打ちで打っていた投手は、強制が難しいため、右投げ左打、左投げ右打ちの投手も少数ながらいる。 また、利き腕と反対側の打席に入る場合、アームガードで腕を保護する投手は少なくない。はい。進塁した投手がウィンドブレーカーを着ることがある。これは肩を冷やさない、擦り傷を防ぐ意味があり、コーチや監督が着ているが、選手としては投手のみ許されている。投手は、利き腕でボールを投げることが多く、右投げと左投げ、サウスポーの区別がある。ごく稀に、 両投げの投手、スイッチピッチャーも存在する。カーブ、シュート、スライダーなどの左右に変化する変化球は、投手の利き腕の左右により逆方向に変化する。すなわち、右投げ投手のスライダーが、右打者視点で外角に逃げていくのに対し、左投げ投手のスライダーは、右打者視点では内角に食い込む変化となる。右腕投手、左腕投手の状態的際は、 セットポジション、投球前の一旦静止する姿勢で、最も如実に現れる。右投手が三塁方向を向いて静止するのに対し、左投手は一塁方向を向いて静止する。走者が一塁にいる場合、左投手は投球の直前まで、走者の動きを捉えることができるため有利と言われる。特に左打者は、左投手を苦手にする場合が多いとされるため、左打者を専門に抑える。 ワンポイントリリーフなどと呼ばれる起用法がある。なお、先発で登板した投手は、同一イニング内に、最低一人の打者との対戦を終えるまで、交代できない。救援投手は、最低一人の打者との対戦を終えるか、そのイニングが終了するまで交代できない。投手コーチ等が、マウンドに行ける回数についても、一人の投手につき、同一イニング内に一回と決められている。 野球の投手は、投球腕の左右に関わらず、投球のフォーム、投球の際に球を離す位置で以下の4種類に分類される。大まかな分類は、上記の通りであるが、投手の投球フォームは千差万別であり、同じ投法に分類されていても、必ず個人差は存在するため、あくまでも、概念的な分類でしかない。特に個性的な投球フォームには、ニックネームが付けられる。 ことがある。野茂秀夫のトルネード投法、村田長次のま刈り投法、山内康之の U4 投法、村山実ののザトペック投法などが知られる。ソフトボールの投手は以下の2種類に分類される。現在ではウィンドミルが主流であり、スリングショットはまれ。投手は役割によって大きく2つに分類される。試合開始からマウンドに立つ先発投手。 スターターと試合展開によって途中イニングから先発投手に代わり登板する投手救援投手リリーフ出るリリーフはさらに試合を決める終盤イニングに登板する抑え投手クローザー先発投手と抑え投手の間に投げる中継投手セットアッパーなどに分類される日本プロ野球早々期では 野球の人体に与える影響が全くの模索段階にあったことと不人気による人員不足のため戦前から戦後の混乱期までしばしば無謀な先発連投が強要された。さらに戦時中は国威発揚のための非科学的な精神論の横行も先発投資国士の大きな原因となった。セントラルリーグとパシフィックリーグの2リーグ制に移行後人員不足は ある程度解消され、先発投手の登板間隔を2日、3日と長めに取るようになり、間隔日数を表す、中日、中2日、中3日などという言葉が使われるようになった。それでもエースピッチャーが先発、リリーフに連投する姿が見られ、1958年日本シリーズでは、稲尾和久、西鉄が先発とリリーフで7試合中6試合に登板。 四連投四連勝する大活躍で、神様フッツ様へ直さまと称えられた。1961年中日ドラゴンズに入団し、国史により数年で、投手生命を断たれた、近藤博士の教訓から、投手分業制が、近藤貞夫によって提唱され、先発関東から、先発、抑えの投手起用へ移行。抑え投手を確立することで、先発投手、 特にエースの疲労軽減を図った。1980年代以降はこの順番に中継ぎを加えた、先発、中継ぎ、抑えという系統策が一般化している。先発投手の投板間隔は、日本プロ野球では、試合日程の都合から中4から6日が主流。5から6人の先発投手で先発ローテーションを組み、順番に先発投板する起用法が行われている。 一方で、高校野球では、勝者総取り、負ければ、終わりのトーナメント制の大会が、ほとんどということもあり、抜きんでた投手が、先発連投することが珍しくない。しかし、2000年代以降は、高校野球でもプロに習い、他投手で試合を乗り切るチームも出てきている。投手の負担を抑えられる、反面、優秀な投手を、複数確保できる私立の強豪校とそれができない弱。 法律高との差が一層開いてしまう難点もある。メジャーリーグベースボールでは、先発投手が1投板で120球以上を投げた場合には、その後の投板成績に影響が出て、怪我のリスクが高まるという統計結果が出ているため、100球を超えた回で交代させるケースが多いが、ダスティベーカーのように投球数をあまり気にしない監督も存在する。また、 若年期でのトミー・ジョン手術等も問題視されているため、リトルリーグでは年代ごとに投球数、投板間隔制限が設けられている。強力な速球や速い変化球を持つ。完璧に打者を封じる試合もあれば反対に滅ったうちに、される試合もあるように安定感に欠けていたり、コントロールの精度を犠牲にして速球に依存する、傾向にある。年齢とともに、球速は落ちていくために、 速球派投手は技巧派投手へスタイルチェンジをしていくことが多い。メジャーリーグではパワーピッチャーと呼ばれる。脱三振率が目安の指標となる。脱三振は球数が増え故障のリスクが高まるため、メジャーでは近年、後述の技巧派投手が増加傾向にある。メジャーではウォルター・ジョンソン、ボブ・フェラー、サンディ・コーファックス、ボブ・ギブソン、 ノーラン・ライアンが主に歴代の代表的な投手としてよく名前が上がる。日本、NPB では、菅野敏之、ノ本、ホ広大などが代表的な投手として挙げられる。主従様々な打者に対していかに投球するかについて工夫する。多数の変化球を得得し、球速を変えたり、内外角を攻め分けたり、打者の弱点に投げ込んだりする。打者のタイプ、ストライクカウント、 ゲーム状況をも考えて打者に打たせるように仕向けて打ち取る。多彩な変化球や請球に優れた投手に対する俗称である。南東派投手、コントロールピッチャーとも呼ばれる。カートシリングはコントロールがストライクゾーン内に投げる能力であり、コマンドが狙ったところに投げる能力だと語っている。よし球率と K、BB がその目安の数値となる。 ストライクを先行させていくことによって打者に対して優位性を獲得することができる。メジャーではクリスティマ・シューソン、ファーガソン・ジェンキンス、グレッグ・マダックスの3人が歴代の代表的な投手としてよく名前が上がる。日本、NPB では石川正則、吉見和樹、黒田博樹などが代表的な投手として挙げられる。全2つのタイプの投手に立ち打ちできぬ投手は クシンにクシンを重ね、ナックルボールなどの得意な変化球、独特な投球法を得,得することで、素晴らしい効果を上げられるようになる。対戦打者にゴールを頻繁に打たせることができる投手は、グラウンドボールピッチャーと呼ばれる。高い割合でゴロを打たせることで長打になる危険性を低下させ、これが失点を減らすことにつながる。平均的には、フェアボールのうち50%程度の割合でゴロを、 打たせており、極端なグラウンドボールピッチャーは55%前後の割合でゴロを打たせている。西本清クレッグ・マダックス、マリアノ・リベラ、ブランドン・ウェブ、デレクローラがこのタイプの投手である。一方で、あまりゴロを打たせることができず、グラウンドボールピッチャーの対局にある投手は、フライボールピッチャーと呼ばれる。投手が打たせる。 ゴロの割合は fangraphs.com などで確認することができる。野球のチームは、投手人と野手人からなる。投手人が、質、量共に充実しているチームは俗に、投手王国と呼ばれる。チームで、最高の投手のこと。19世紀の投手エーサブレーナードが、語源とされている。関連して、ブルペンでは高騰するのに、 本番の試合では、それが発揮されない投手を、ブルペンエース、エース級の活躍が期待されながら故障が多い投手を、ガラスのエースと呼ぶことがある。日本プロ野球において、エース格の投手は、背番号18を背負うことが多い。これは、阪神の若林氏が元祖とされている。また、別所武彦以来、村山みの藤正樹、野茂秀夫などが使用した11番も、 投手番号とされることが多い。他にも、左投手が、金田正一の34番や、工藤君康の47番を背負うことがある。一般に、日本のマスメディアでは選手への継承として、内外野手、保守を問わず、選手と呼ぶが、投手だけは、投手と呼び区別することがある。投手以外の野手は、どのタイミングでも守備交代することが可能であるが、投手に限っては、 制限がある。本節では、試合展開及び投球と配球に関する投手に、返せられる、野球用語について解説する。勝敗に直接関わった投手を、責任投手と呼び、勝利投手、勝ち投手と、敗戦投手、負け投手がある。また、自チームのリードを最後まで守り抜き、自チームの勝利を確定させた、救援投手には、セーブが記録される。 これらの記録の条件について詳しくは、それぞれの項目を参照のこと。なお、引き分けとなった試合でも、各チームの最後に登板した投手に対して、引き分けが記録される。なお、勝利投手、敗戦投手、西部の記録は、勝利チームに没収試合が宣告されると取り消しとなる。防御率など上記以外の投手の各記録については、野球の各種記録を参照のこと。 プロ野球で投手に与えられる表彰、または賞には、以下のものがある。投球動作が繰り返されることによって起きる、身体的な障害を、投球障害という。平成27年、全日本野球協会や日本整形外科学会などが、全国の小学生チーム公式、軟式合わせて1万人以上を対象に肩、肘の痛みについて調査した結果、 投資経験者の半数以上が痛みを感じたことがあると分かった。球数が多くなるポジションの兼任などの選手ではその傾向は強くなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。